部活生必見、冬トレにおすすめ、パワーとキレ両方を鍛えることができるローリングス 2way トレーニングバット。このバットなかなか手ごわいです。皆様こんにちは、スポーツデポアピタバスタカミクモテンセイヤです。野球人の皆様、この冬のトレーニングはいかがお過ごしでしょうか。今回はその冬トレで大活躍してくれるであろうこちらローリングスの 2way トレーニングバットを紹介していきたいと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは早速商品紹介に行ってみたいと思います。今回のこのバットの最大の特徴は、見てもらって分かるようにこの独特な形となります。両端にグリップがついていて、重心の位置を少しずらしていることにより1本のバットで2つのバランスが体感できる二刀流バットとなっております。今回はこの2つのバランスを実際に振っていきながら説明していきたいと思いますので、応援しながらご覧ください。それではまずグリップの長い黒いグリップ側から振っていきたいと思います。黒いグリップ側はパワーモードと呼ばれ、トップの位置がグリップエンドから離れているトップヘビーとなっており、パワーアップとヘッドを効かす練習に効果的です。こちらのバット、長さは102センチ、重さは 1000g なんですが、黒いグリップ側で振るとさらに重く感じました。正直ここまで真剣に素振りしたのは10年ぶりだったので、かなりきつかったです。動きがかなり重いですがお許しください。続いてグリップの短い白いグリップ側を振っていきます。情けないですがこの時点ですでにバテバテです。白いグリップ側はスピードボードと呼ばれ、黒いグリップ側のパワーモードと比べてヘッドが手元近くに設計されているカウンターバランスとなっております。先端が軽く振り抜きやすくなっているので、スイングのキレ向上と速いスイングの連動を筋肉に覚えさせる練習に適しております。自分のスイングも先ほどのパワーモードと比べ少しだけ速くなったのではないでしょうか。最後にパワーモードとスピードモード数回ずつ交互に振ってみました。今回自分がこのローリングス 2way トレーニングバットを振って感じたことは、普段のアップやトレーニングでは重たいバットを振って満足していましたが、重たいバットだけを振るのではなく軽いバットも一緒に振ることでパワーとキレ両方を向上させる効果があることを実感いたしました。本来であればこの2つのトレーニングをするには2本のバットが必要になりますが、この 2way トレーニングバットがあれば1本で両方のトレーニングができるため非常に便利です。この冬にパワーをつけたい、キレを上げたい、チームメイトあるいはライバルに差をつけたい方、ぜひ店頭までお立ち寄りくださいませ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか。今回自分はこの動画を撮ってみて感じたことは、改めて運動不足だなと実感しました。見てください、この手皮めくれちゃいました。今年の冬はしっかりとトレーニングしていきたいと思います。スポーツデポアルペンではこの今回のローリングス 2way トレーニングバット以外でも様々なトレーニング器具を用意しておりますので、ぜひ店頭までお立ち寄りくださいませ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。